中西哲夫です。高橋真理恵です。さあアクロノス4月17日からはですね、今すぐ職場で役立つ10のことということで、あのトップアスリートに学ぶマインドセット法ですとか、仕事のヒントになる情報満載でお送りしていきます。ぜひ中西さん、ここで何か、はい、教えてもらえますか。スポーツ選手がやってる仕草って結構いろんなヒントになっていて、例えばこう行き詰まった瞬間とかでもちょっとこう上を見てというような動作をして試合に戻る選手って結構いますよね、うん、あとはゴルフで打つ動作の前に必ずゴルファーって息を吐いて肩をこうやってで下げるんですよ。こういう動作っていうのも結構あの仕事の合間に入れるだけですごくいい気分転換にもなりますし、呼吸も整うしいいと思いますね、うんうん、さあアクロノス、この4月から番組を一部リニューアルしまして新コーナー始まったりしてますけども、お番組ではリスナーのあなたからのリクエストをどんどん積極的にかけていきたいと思ってます。はい、そこで4月17日からはクロノス全プレキャンペーンを行います。リクエストが採用された方、あとリクエストが読まれた方全員に Amazon ギフト券3000円分を全員の方にプレゼントします。これあの人数決めてませんので、はい、プレゼント式に、ね、青天井となっていますので、はい、たくさん紹介していきたいと思います。初リクエスト、初メッセージも大歓迎ですからね、送っていただけると嬉しいです。はい、東京 FM クロノス放送は平日の朝6時からです。